2バンド目が、金魚鉢さんです。お願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、私事で非常に恐縮なのですが、本日あの私を産んで育ててくれたあの母親の誕生日でして、もう何歳だったかも分かんないですけどね、もう多分だいぶ年いってると思いますね、はい。まあ、そんな母にまず1曲目捧げたいと思います。捧げるんだっけ。捧げます。そうなんだ。デイジーという曲を、母親の名前はミネコというんですが、その母親の誕生日にね、こうデイジーという曲を書いて送っちゃう息子ってなかなか素敵だと思いますね。失礼しました。1曲目です。はい、いきます。ガチの予想ですか。いや、ちょっと遠慮した。ちょっと遠慮した。ちょっとそう、遠慮してくれてちょうどいいぐらいの年になっちゃうんですよね。そう、24、まだ学生なんですけどね。ちょっと24歳で学生をさせていただいております。親が泣いてますね。そんな、デイジーとかいう曲歌ってるわけじゃないですけど、早く勉強しろよって感じなんですけど、まあ、僕らも、ちょっとしか2年前に1回だけ、2人とも学生だった頃に1回だけ参加しまして、まあ、今日2曲目も、その時もやったやつなんですけど、大学生っていうの暇なもんでして、今ももう4年生なんですけど、授業も全然なくて、もう、
週休7日ぐらいでやらせてもらってですね、ずっとその部屋にこもって、なんか窓の外を見ながらこう、ずっと、今はあれですね、あのスマホのアプリで出たウイニングイレブンっていうゲームが非常に今熱くてですね、そればっかりやってます。不幸な息子だなと思うんですけどね、まあ、そんな感じの歌ですね、はい。でじゃあ、 あの確か次バンドのあれですよね、すごく楽しみです。僕らもともとバンドサークルで知り合ったので、そうですね、バンドが好きですね、楽しみにしてます、期待します、頑張ってください、はい、じゃあ、 あのやっちゃいます、ちょっとやっちゃいます、ちょっと待ってください、ちょっとまあいいか、ちょっと疲れ気持ちが、宣伝を一つさせていただきます。宣伝するようなものは何もないんですが、先ほどトタケケさんじゃなくて、トタケケは本物ですね。ミタケケさんが、はい、あの普段ライブされているってお話をしてたんですけど、まあ、僕らは普段ライブしてるところこれといって決まってないんですけど、北浦和に居酒屋千鳥っていう、まあ、お酒を飲みながらライブをやったりする飲み屋さんがありまして、そこに出てるってんじゃないんですけど、そこはあのサークルの先輩がやってるところなので、皆さんぜひごひいきにしてください、はい、料理も美味しいし、ただの宣伝でした、はい、お酒も料理も美味しいですし、ね、そうで、あの毎回なんかいつも素敵な音楽が流れてる、素敵な音楽、ちょっと怖いですけど店主がちょっと怖いです、ちょっとだいぶ怖いですね、ちょっと結構怖いです、学生時代はいろいろとあったんですけど、はい、まあアンダーグラウンドないい感じのお店なのでよろしくお願いします。なんか結構でもすごい人とか結構弾き語りのなんか音楽をライブを見ながらお酒飲めるんですけど、結構すごい人来たりするんで、ちょっとチェックしてもらえるとなかなか面白い人がいるかもしれません、はい、そんなところで、そんなところで、はい、2曲目やっておいていいと思います、はい、ありがとうございました、空は灰色という曲をやります。ちょっとチューニングした方がいいですね。あ、そうですね、ちょっとすいませんね、ちょっと あれが進行がちょっとあまり良くなくて、前回出た時もこうやってなんかグダグダと喋ってて、皆さんのその愛想笑いに助けられてたところがあったんですが、ビデオ撮ってもらえるんで、あとでその YouTube で見たんですけど、なんか、うん、その喋ってる時に僕ら二人とも何を喋ってるのか全く聞き取れなくて、なんかボロ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 ってたまにボロボロドってちょっと笑いが起きるみたいな、なんか何喋ってたんだろうねって話はしますけど、まあなんか多分面白かったんじゃないですかね。今回も多分そんな感じになると思います。録音が楽しみです。あのいい意味でゆるさを売りにしてるので、そうですね、そうだと思ってもらえれば、空気感とか言ってますね、はい、じゃあ改めて空は灰色という曲をやります。3、はい、またその向こう遠くの街の空は青色、雲の隙間の輝く模様、ああ今日は晴れるかな、晴れたらどこへ行こうかな、みたい
ない。ちゃんとは覚えていないけど、今日の天気みたい。僕は少し泣いてた。またその向こう遠くの街の空は青色、雲の隙間の輝く模様。ああ今日は晴れるかな、晴れたらどこへ行こうかな。何かが起きそうで起こらなそうな、何もなさそうな。ありがとうございました。